たらの悲しいよね。下はあんま使えない。全部油彩。だから、もう全部油彩。全部油彩。さっき出たじゃん、ストップストップ。もっと今だとついてる。そうだ、手を上げて。しっかりついてる。大丈夫だ。ついてるから、大丈夫だ。手を思い切り前出さなくていいけど、ここにあって、手が前にあって、ここにあって、ここにあって、こうなっちゃうから、つけば滑ってるから自然に元の位置だもん。しっかり前ついてなってるけど、この中の小指ってここで、ここでちょっと伸びる。なおき、体を常にもっと下向き、足が横向いてても、体はゴールの方向けたまま。小指で。OK、体を上げて。こっち向いて、こっち向いて、足揃えてこっち向いて。まあいい、手がやっぱりいつも同じ。もっと手前出してこないともったいない。そこ、頑張って手もっともっと持つ。で、足揃えて撫でる。そう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 じゃあストックちょっと優しくついて、ストックついていいよ。でジャンプ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 、縄跳びするみたいな。ジャンプジャンプジャンプ、そう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 、高い姿勢になればこうやって動ける。グッて釣り落としちゃうと縮みすぎちゃうと何も体って力入れなくなるから、今みたいにリラックスして高い姿勢で動ける。だからちょっと滑りながら、ジャンプしてから曲がる、ジャンプして曲がるとか、いろいろ動きでここを伸ばして、伸ばさないと縮めないさ。このポールのここについてるから。つけた、ストックつけた。動かしたら、これを見たら、行け行け。どんどん練習、どんどん練習。ただまだまださっき言ったと上半身が横向いちゃうから、もっと下向き、もっと下向き、絞って絞って。いい。あそこのヘビすんごい掘れてますね。掘ってる。やっぱりそうなんですか。いいとこついてたな。バッチリ。バッチリ。はい、あと50センチずつポールのそばを置いて。ちょっと遠い。あと50センチそば。頑張って。それでいい。ちょっと待って。そば痛い。そば痛い。